ヘンリー・シジュウィック、ヘンリー・シジュウィック、ヘンリー・シジュウィック、1838年5月31日から1900年8月28日は、イギリスの哲学者、倫理学者である。父・ W ・シジュウィック氏、ぼち1841年が、文法学校の校長をしていたノース・ヨークシャーの、クレーヴン・チクス・キプトンに生まれた。彼は、親戚で後に、 義兄警となりカンタベリー大司教にもなった、エドワード・ホワイト・ベンソンが教師をしていたラグビー校、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに学びここで、彼の経歴はしものになる。1859年、彼は、シニア・クラシック、サンサード・ラングラー、チャンスラー、S、メドリスト、クレイブン・スカラーになった。同年、トリニティのフェローを選ばれ、そこで、古典学の講師になり、 10年間その職についていた。1869年、その職を以前から彼が注意を向けていた科目である、道徳哲学の講義職と交換した。同じ年、イギリス国教会の信仰告白を拒否したため、フェローシップを辞退した。彼は、講師職は維持し、1881年に名誉公優に選ばれた。1874年、 初めて大学外での評判を勝ち取った倫理学の処方法ザメソッド・オブ・エシックス第六版1九百一年には彼の死の直前の修正が含まれているを出版した八百七十五年トリニティの道徳政治哲学の講師に指名され八百八十三年に哲学のナイトブリッジ教授に選ばれさらに宗教上の制限が取り除かれたので八百八十五年に 大学側はもう一度彼をフェロー氏に推挙した。シジウィックは教職員や著述家としてだけでなく、大学の運営や多くの社会、事前事業に積極的に貢献していた。彼は、その設立の1882年から1899年まで、ザ・ゼネラル・ボード・オフ・スタディーズのメンバーだった。彼はまた、ザ・インディアン・シビル・サービス・ボードの上院の評議会、大学試験、 抗議機構のメンバーであり、ザ・スペシャル・ボード・フォー・モラル・サイエンスの議長であった。英国心電現象研究協会の設立者の一人であり、初代会長で、刑事上学協会の会員だった。彼の名が最も知られているのは、女性の高等教育の促進への貢献である。彼は、女性のための高等試験と、その準備として、ケンブリッジで催された、抗議の開始を助けた。 彼の提案と手助けによって、クロウが学生のために寮を開き、これが後に、ケンブリッジ大学のニューナムカレッジに発展する。1880年、ノースホールが加わった際、1876年に、エレナ・ミルドレッド・バルフォア、アーサー・ジェームズ・バルフォアの兄弟と結婚していた、シジウィックは、妻と共に2年間そこに住まった。1892年のクロウの死後、シジウィック夫人は、 カレッジの長となり、シジウィックと彼が死ぬまで、そこに住まった。この前期間、シジウィックは大学の福祉に強い関心を持っていた。政治上、彼は自由党員で、1886年に自由、連合党員になった。1900年初頭、彼は病気により、教授職の辞職を余儀なくされ、その数ヶ月後に死んだ。彼は、 心霊現象に深い関心を持っていたが、彼の活動力は宗教と哲学の研究に優先的に注がれていた。英国国教会の下で育ったシジュイックは伝統的なキリスト教からは離れ、1862年には早くも自分を無神論者とみなしている。したがって彼の人生の残りの期間は彼はキリスト教を 社会学的視点からは不可欠でかけがえのないものとみなしてはいたが、宗教とキリスト教を受け止めることはできなかった。経済学において彼は J ベンサムと J.A. スミルの系譜に連なる功利主義者であった。彼の仕事は建築的というよりは、むしろ第一原理の緻密な探求や曖昧さを取り除くことに向けられた。哲学において彼は倫理学。 特に行為においてその行為を決める最終的な直感的諸原理検討と自由意志の問題に没頭した。彼は行為における善の基準は快楽の可能な再大量を生み出すことであるという倫理的快楽主義と呼ばれる立場をとっていた。しかしこの快楽主義は自分自身利己主義に制限されないで他人の快楽も考慮されることを含み、従って普遍的快楽主義としてな指される。 その後、ュイ一句は、人は誰も自身の幸福を無下にするような行いは、すべきではない、という原理に帰着し、幾分不満足に二元論、実践理性の二元性を残したままにするのである。下記は死後出版されたものである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。